今回の兵庫シーライブでは、海洋ごみの調査・減量に取り組む高校生を支える先生の対談をお送りします。お二人はもともと知り合いだというふうに伺ったんですが。そうですね、2015年に環境関係のですね、発表会ありまして、はい、その発表会の時に出会ったんです。で、今日はこちらの猫崎半島でお話を伺っているんですが、岩本先生、ここってどういった場所なんですか？ここは兵庫県の最北端の地で、波で削られた丸い穴があったりとか、そういうのが見どころだったりしますね。この半島と学校との関わりってあるんですか？最初は海水浴場の清掃活動をしたんですけども、この地域の方から、冬場になるとここにゴミが集まる、なんとかできるかなということで依頼があって、で、クラブで清掃活動をしようというのが、2012年の3月です。県立豊岡総合高校インターアクトクラブは、現在漁業で使わなくなったプラスチック部位を回収し、プランターにリサイクルする活動などを行っています。ゴミ拾いをする側の生徒さんとかはどういう気持ちでされてるんですか？公園歩いてると、あ、ゴミが落ちてる、拾わなきゃ、あ、でも拾うもんがないっていうから、とりあえず何かこう集めるとかっていうことはできるようになってきましたね。石川先生は豊岡総合高校のこういった活動についてどう思われますか？大きいですね、規模が。これ、その僕らはクラブでやってて10人程度なので、圧倒されました。先生の学校ではどういった活動ではされてるんですか？はい、僕たちはですね、ペットボトルを集めてきまして、それで、研究やってます。県立神戸商業高校理科研究部は、学校の近くにある海岸などに漂着する海洋ごみを回収し、表記データから漂流ルートを割り出す研究などを行っています。でも2校ともそういう海洋ごみの問題についていろいろ活動を行っていますが、それについて何かこう考えることとかございますか？一人一人がやっぱりごみについて責任を持たなきゃいけないと思うんですよ。それまで責任を持つということとですね、あとはもう落ちるものしかないです。落ちるものに関しては拾うと、で、少しでも減らそうという努力をしていくのが大事かなと思います。海洋ごみの実は大半は川ごみなんですよね。じゃあ川ごみを減らすためにはどうしたらいいかというと、町のごみ、町のごみだったら家庭のごみとなってくるので、家庭のごみをしっかり分けることがまず先決かなというふうには思っています。お二人の理想の海というのはどういった海だと思われますか？ペットボトルを使って研究してますけども、なぜかというとですね、数がたくさんあってどこでもあるんですね。ということは逆に言うとですね、それが問題であって、いつかですね、ボトル拾って珍しいなと、こんなんありやっていうふうになってくれたらなというのが理想ですね。私たちは海からいろんなお宝、恩恵を受けて生きているので、やっぱりそういう海で常にあってほしいなっていうのがやっぱりこう海の思いですよね。海と日本。